まだ決算会ということでね、今月もね、見ていきましょう。こんばんは、山城と申します。さあ、山田決算会。あ、月1、なんかヘア撮りしてる企画が結局なんか実質これだけになってる気もしてるんですけどね。まあ、速報でね、出していくんでね。まあ、近況のね、動画とかもね、見たいんですけど、まあ、そういうね、雑談はね、ちょっとここではね、しないようにして、雑談は別に撮ろうと思ってるけど、なかなかね、雑談撮る機会がない。そのあたりの話もね、ちょっといろいろとしながらやっていこうと思います。なんか久しぶりにね、撮り始めた、なんか、隣がね、空いてるのは実はここ隣部屋だったんですけど、隣の部屋ね、空いてるなぁと、なんでやと思うかもしれませんけどね、クーラーがね、効かないというかね、なんて言ったらいいんだ？クーラーはもちろん閉めといた方が効くんですよ。だからね、閉めときたいんですけどね、クーラーこの部屋にあるんでね。隣の部屋クーラーがないんですけどね、ルーターが置いてあるんですよ。でね、残念ながら、このルーターがね、あまりにも暑すぎるもんで、要は、外の温度もあれですけど、ここで日差しが入る。日差しが入って、エアコン内閉め切ると、暑すぎてね、ルーターがね、落ちちゃうんですよね、熱で。熱暴走なのかね、なんか、スパンとね、落ちちゃうことが。落ちるというかね、回線がね、急にね、ガタガタって繋がらんくなっちゃったりとかね、いうことがあるんでね。なので、こっちに投げて、ね、少しでもね、冷やして、やってると、いうわけでございますね。まあまあ、今年は本当に暑い。そんなね、暑い夏の中ね、うちのね、チャンネルの、スピードはどうなっているのか。やばかったっすね。今月、7月、本当に厳しい数字が並ぶとというところでね、早速その数字を見ていきたいと思います。さあ、ってことでね、こんな感じかっていうと、こんな感じでした。まず、ニコニコ動画の方ね。でかく切らなかった。ニコニコ動画の方なんですが、今月の数字は、まあ、やばい。41本動画投稿で、視聴回数はなんと680ということで、久しぶりに来ましたね。またちょっと1000台を切りましたよというところですね。で、コメント34、グッドボタン35ってことで、まあ、全然、数字も落ちておりまして、収益はなんと534円と、いう結果でしたね。いやー、これは、厳しいですね。534円は、最低記録そうですね。そうですね。1000円切ったのが、実質初めてですね。ここはね、一番最初に10円また置いといてですんで、534円ということで、1000円切ってしまったよということで、まあ、収益ね、再生単価のところも、かなり落ちてしまっている。まあ、これはもう単純に多分再生いいねとかが、非常に少なかった。ちょっと、あまりにも、一般的に見られてなかったんで、貢献度が落ちてしまったんだろうな、というところですね。ですので、まあ、かなり厳しい戦いが、続くなぁというところですね。特にまあニコニコ動画というか、まあ YouTube にね、どっちかというと焦点を当てた、動画が多いってなってくると、やっぱり YouTube の方でね、見て、まあもちろん YouTube で見ていただけるというのも非常にありがたいところなんですけど、なかなかニコニコ動画の方にはちょっと繋がってないというのが、まあ、ニコニコ動画に合った動画をそんなに作れてないっていうのは確かにありますからね。まあ、そのあたりとかもね、ちょっと、ニコ動限定の動画撮るのか、ただ、今ね、もうちょっと、YouTube、その分だったらね、YouTube のね、コンテンツ数をね、増やそうという感じでね、数を打ってますんで、ね、8月またちょっと YouTube の方に話しますけどね、そのあたりは。なかなかね、そっちの方、受けてもね、ニコニコ動画のね、うちさんとしてもちょっとね、9月以降にはなってくるのかなというところなんで、ちょっとそのあたりとか難しいところかなというところですね。で、アナリティクスとかあれですけど、ニコ動のアナリティクスはまあこんな感じってことで、まあ全体的に、かなり厳しい数字ですね。まあもうほぼほぼ書いてあるのと一緒ですね。ということなんで、まあ、傾向としてはまあかなり、PC からの視聴が増えているのと、やはり検索ワードで引っかかってっていうところですね。まあ、コンテンツ数が多いっていうので、ワードで引っかかりやすくは作ってますんで、ニコニコ動画の方も累計の、投稿本数が1332本ですからね。これは多分、ニコ動のチャンネルとしては、かなり多い方にはなってると思いますので、まあその分ね、で、ニコ動は、能動検索は、非常にしやすい。
仕様になってるので、能動検索だとうちのようなところは、比較的ちょっと強くなれるっていうところまでは来ましたんで、ただその中でね、やっぱりボイスロイドね、ズンタちゃんとか、アラダイとかね、が、非常に、強い、ところになってますからね、そうですね、ボイスロイドとか、やっぱりゆっくりがね、どうしても強い、ニコニコではね、強いというところなんで、なかなかちょっと実際喋ってこういうような話をするっていうのは、まあちょっと厳しいのかなというところは山ちゃんありますよね。というところかなというが、まあ、もう出てるのかなというところですね。まあ、というところですね。で、YouTube の方ね、じゃあ次は見ていきましょうか。もうね、ちゃちゃっとやっちゃいますよ。YouTube の方はこんな感じでした。あ、ちなみにニコ動の、見られてた動画とかって見てるかなと思ったんですけど、なんかね、やっぱね、ちょっと仕様が変わったんです。そう、画面見てもらったのかと思う。前はね、上にダーッとあったのが、横に来てね、生放送のデータとかを見れるようになってるんですけど、こんな感じでね、視聴履歴見てみたらね、懐かしい。昔の2014年8月まではね、こっちでやってましたんでね、ゲーム実況配信、ガルフレのね、ガルプレの、実況配信とかなんかやってましたね。いや、ひどかったんですね。この頃はっていう、やつとかやってましたね。旬な感じのやつとか、あとは、で、収入もらうってここに来たんですね。で、こんな感じということで、7月分のデータって言って、これはもう今のデータが反映されてますもんね。8月の。データが反映されてるので、ちょっとまた別かなというところでございますね。っていうところですね。ですんで、その動画の詳細についてちょっと YouTube の方でね、話していこうと思います。上げてる動画基本一緒ですからね。そのあたりとかも説明にしてたらいいのかなというところで。で、YouTube の方はどうだったかというと、こんな感じになりました。アップロード数は90となってます。これなんでこんな多いのかっていうと、これちょっとね、からくりがあります。山田もぐもぐで、要は、ショートの、グローバル向けのね、海外向けの動画を、チャンネルを分けてね、やろうという感じでやってましたけど、それが完全に共ダネになってね、こっちが3000再生で、向こうが、いくつ再生だった？3000再生、6000ぐらいになってたんでね。まあ、1800か3000で、こっから伸びてくるかなと思ったけど、こっからね、落ちる傾向がちょっと見えてきちゃってたんで、なんか2000再生ぐらいになりそうな傾向が出てきてたんで、これはいかんということでね、もう一回合わせました。で、合わせた時に、移植で、した兼ね合いがあって、それもあって、この90っていう数字になっております。っていうところですね。で、視聴は、1万1000再生ということで、まあ、それで、ガッと、コンテンツをね、こっちに戻した兼ね合いで、なんとか1万再生までまた戻りましたというところですね。あ、ちなみになんか、ここまでね、1万7000、2万1000、1万7000、1万5000ってなってて、急になんか端数がついてますよ。これ単純に私が、端数の見方を知ってというだけです。というかね、今までの画面でも出てたんですね。出てたんですけど、私が気づかずにね、普通にデータ数字として出てくるところポンポンポンと、何も考えずにバーって打ってたんで、下も3桁が入ってなかったっていうだけです。今後は入ると思います。という忘れてなかったらね、ということでございますね。で、それ1万1167再生ということですね。で、視聴時間も176ということで、まあ、多少なんとか、挽回は、し始めれたのかなというところですね。で、登録者数もね、16人ということで、先月のね、あ、これはまずいなというところからは、とりあえずね、なんとか、立て直せそうな、空気は見えてきたかなというところですね。で、視聴が高かったどうか、ベスト3を見てみると、まあ、ちょっとこのあたりはやはり、影響が、まだ残ってますね。満腹屋の動画が、一番で上がってきてて、だから満腹屋と、このジョイサウンドのやつが、なんやかんやとうちの、ところをずっと800再生で、800から1000再生近くで、やはり、ずっと、古い動画がね、支えてくれる動画があるっていうのはありがたいところですね。っていうところで、まあ、もうすぐ満腹屋の動画もなんか1万再生いきそうですからね。ということでございます。1万再生いったらまたちょっと満腹屋行こうかなと思ったんですけど、8月なんでね、かなり 満腹屋行くのも大変そうだなとは思いつつね。ジョイボタンと、ボタンと、あとは三種小結びの、動画が、
上がってましたよということでございます。三色、なんか三色おむすびが上がってましたね。あ、これなんか、どこで買ったやつかもね、ちょっとね、収録してから、あげるまでが長すぎたり、多分、ブイトラックで買ったやつだったと思うんだけどな。ちょっと、ちゃんとお米出せないで、ただおむすびってして出したやつの方が、一番再生かったっていうね、っていうところで。まあ、これはね、今までの、ショーツの、やつ見てみたら、まあ、上に上がってくるのが1000再生とかね、あったんで、ここにね、近づけるようなのがね、ポンと上がってくるようになれば、またちょっと話が変わってくるのかなという感じですね。というところでございます。で、実際にね、詳細の方をね、じゃあと見ていきましょうか。YouTube の方は、こんな感じってことで、この辺りからかな。ここのドーンと増えてるところが一個ありますよ。ここから確か、15日からか、戻しましたね。ここら辺のわーってなんかすごい、水準になってるのは、オンリーですね。これ動画を上げてなかったわけじゃないです。なんかね、上げすぎなんですよね、うち動画の本数が。あまりにも多すぎるもんで、なんかね、古い動画のところの投稿情報はね、まだ反映されないという、ちょっと、ジレンマ抱えてるんですけど、まあ、こんな感じですよ、と。詳細。ですね。で、動画投稿というか、まあ、ですので、ショーツ戻してから、まあ、再生数もね、ちょっともう一回、盛り返し気味になって、まあ、1日700再生、400、500、300、400ぐらいね、アベレージで、いくようになっているのかな。2日で48時間で1200ですか、600か。600ペースでは来てるんだな、っていう感じなんでね、そこまで、まあまあ、一応盛り返してきたけど、6の6で言ったら、30日6から1800兆。まあまあ、今、ちょっとまた事情が違って、8月ね、今、1日5本投稿っていうのやってるんでね、やはりね、コンテンツ数がね、特にショーツはね、結構数こそ勝負っていうのがね、結構当たるみたいで、数売ってるのが結構効いてます、今ね。っていう感じですね。上位はこんな感じ。さっき言った、満腹屋のやつと、ジョイサンドのやつ。やはり古い動画が、これはもう単純に前半でね、ショーツを開けてなかったんで、今月はまだこの辺りも変わってくるのかなという見方ですね。で、おむすびローソンの、ロースとんかつとかでは上がってますけど、この辺りもね、ちょっと、またね、表記を、海外向けなんでね、やはり英語で入れておかないといけないだろうということだったんですけど、やってたんですけど、まあ、正直、ぶっちゃけその海外から流入してくる人が、キーワード検索でバチバチと見に来るのかって言ったら、そうじゃなくて、ね、やっぱインプレッションのスススで、スワイプでね、ひゃっと入ってきて、認知してもらうっていう形だったんで、それだったら別にあんまり英語に人を置いても行くというところが、そこまで絶対的に大きくないなって、中で使ってるのはね、英語で、英訳入れたりとかしてやってますけど、っていうところですね。この辺もね、ちゃんとね、しっかりとね、やってね、行った方がいいのかなと思うと思う。そう、なんかね、一回向けだとね、そこまで逆に、カチカチって作らない方のが、まあ、だから、野菜の話なんかが有名ですけどね。日本人はね、一個何円でね、同じ形のね、野菜がずらっとなんでるのね、すごい技術力だってなりますけど、ね、海外だと逆に、量り売りでね、形が揃ってるなんて、野菜なんて工業製品だよって言ってね、形なんてね、バラバラな野菜の方のがね、うめえんだよ、ぐらいのね、感じだったりするというのがあったりしますんでね。ちょっと、なんかね、昔ありましたよ。日本の、スーパーに並んでる、野菜を見て、工業製品って、マタリアル、アイテムってね、言ってるような、のを聞いたことがあるんでね。まあまあまあ、その人が、まだ、ちょっとナチュラル系のね、やつとか、そういうのが好きな人だったんでね。まあ、また、ちょっと、話は、全員が全員そうではないのかもしれませんし、実際アジア向けだと、日本のしっかりと形が揃って、っていうのが高品質で人気だったりするっていうこともありますんでね。っていうのがあったりするんで、まあ、そのあたりはね、またちょっとね、海外って言っても一概には言えないね。東南アジア、東アジア系の人たちには意外とそういう日本のやつの輸出結構好んで、
特に富裕層が好むよっていうのがあったりしまして、逆にあまり欧米では、それ逆に希少よみたいなね、ところがあったりするんで、それがもう完全に価値観が違うよっていうところだったりするんでね。逆に言うと、まあ、うちのところの場合は、じゃあどうしていくのかって言ったら、アジア向けにしていくのかなっていうよりは、あれなのかなっていうところなんで、欧米向けに行く感じなのかなっていうところなんで、ね、まあ、わかりませんけどね。まあ、ちなみに詳細見てみると、どのあたりが来てるのかっていうと、ロシア、台湾なんだ。まあ、今ちょっとね、日本が増えてますね。まあ、これがね、インプレッションにどう影響があるのか。ちょうどね、実はこの動画の前日、これ8月6日に撮ってるんですけど、5日に、スパイダーメンのね、方が、登録者数ね、順位さん抜いて、最速記録、日本の最速記録を作ったよというスパイダーメンの方が、実は、万有のバン君だったっていうね、のが上がった動画のところで、があって、それ、ちょうどヒカルさんのね、喋ってる動画もね、私も視聴してたんですけど、確かにね、あそこに出てたところの分析のところ、すごく、納得のいくところがいろいろとあって、今回、今ですから、ふわっとね、日本がわっと増えてるところに、投下したんで、前と違って、前はここにいろんな国がバーって並んでたんですけど、今ね、それがちょっと並ばなくなっちゃってるという状況なんですよね。これどういうことなのかというと、やはりその日本のインプレッションが増えてるので、海外に、向けてのインプレッションに繋がってないっていうのが、正直あるのはあるんで、まあ、そこら辺どう捉えるかなんですよね。まあ、日本でもちょっと、逃げれればいいし、まあ、っていうところですね。まあ一応海外でも、そっちのね、こういうのが好きな層の人のところに、ポンとインプレッションが入った時に、化ける可能性は十分あるんで、いわゆるインテレスティング系っていうやつですね。ファニー系の、ギャハハじゃないけど、ほうほうっていうタイプのやつを、好む海外の人のところの、なんか、どっかにね、そういう人たちが、集まるインプレッションの塊みたいなところがあったら、そこにたどり着いたら、化けるんじゃないかなということでね。見立てだと、基本的に海外だと7、3ぐらいだと思うんですよ。7、まあやっぱファニー系の方のが、強いっていうのはあります。まあジュニアさんとかすみません、そうですね。で、スパイダーメンさんも、まあそっちに、かなり、振ってるところはありますよね。だから、まあ、海外でパーンと起きやすい、パーンと伸びやすいっていうところに行くと。まあ、どうしてもインテレスティング系は、バーンとはいかないとはいえ、いうところでね。まあ、しぶとくやるのは得意なんで、何せ15年目？もうすぐ15年。8月末で15年目突入ですからね。今まあ、すぐ丸14年、ね、動画投稿やってる。こんなね、あれですよ。普通の人ね、モチベーション持たないらしいですから。それでもね、うちのところの場合はね、まあまあまあ、高みに行ったことがないからっていうのもありますけど、常に底辺をね、15年間、すごい、2009年から始めて、常に底辺をね、這いつき回って、それ、なおね、沈まずにね、いるっていうことは、続けれることは続けれるんで、まあ15年続けれたんで、まあ25年でも35年でも別に登録者数がね、100人になろうが、多分10人とかでも全然続けれるとは思いますんで、そこのところでね、そういった、ところの、国に関心を持ってもらうインテレスティング系のところ、まあですから来年あたりとかでね、ちょっとそのあたりにね、もうちょっと、力を入れたね、ところになってくるような感じで作れたなとは思ってます。というところかな。上げた動画の詳細見ていこうか。これね、ちょっとカスタム出ないとちょっと見れないんで、7月の1日から、前半まず見てみましょうか。1日から15日までの動画だと、1日が、何？法に決定郵便受け取りに行ったりしたのと、ここあれか、そこが、まあ、周りのね、金盤をあげましたよと。これは、あれか、高速バスで行ったやつですね。初めて高速バスで行った時のやつかな。この後のやつはまだ上げてないのか。なんか、最近もまだね、この高速バス乗ったんですよ。その時のやつもまたね、そのうち上がると思います。いや、もうちょっと先だ。今、9月の段階であの動画だから、今、編集してるのが何だったっけ。何編集始めたっけ？あ、近鉄のあれだ。駅ナンバリング縛りのね、やつを、行ってきたんで、それの動画の次？
次が、そいつがそうだな。ですんで、まあまあ、ああ、じゃあ次の次だ。だから年末かな。まあ、ごめん、めちゃくちゃ先の話だと。怖いな。いや、なんとかね、あげるようにします。とりあえず8月でね、1日5本投稿やってますけど、そんな感じにね、ちょっとまとめてあげれるようにね、ちょっとね、ちょっと力を上げる方に、収録はまあ、お盆にまた行きますけど、収録は行きますけど、それをね、頑張って年末に持ってこれるぐらいに、のタクトにまでは、とりあえず今年中に戻したいなと思ってますんで、よろしくお願いしますと。で、あと、本逃げて郵便受け取りの動画で、まあ、これは弱いよね。で、ここから、あれだ、名古屋のね、市営地下鉄のターミナル、完全制覇の旅で、正月の目、これ正月に撮ってましたからね、あ、ほんに、ま、この暑い中で考えられないよね。寒寒って言いながら、ホットの収録飲んでたんですからね、藤が丘に行きましたよ、とか。で、歩いて、藤が丘から本山、行って、新玉橋から、これは、ああ、そうか、まだ中村区役所駅だった頃ですね。これが今、太鼓通り駅に変わりましたからね。徳重駅、駅前さん、あ、そう、徳重で、呼び出しがかかってね、友達のところに行ったんで、そこからまたボロッと日が変わって、中野駅まで散歩して、名古屋港行ってきたよ、ということですね。で、一応完全制覇という形でね。で、一気見ねともね、ちょいちょいと多めに開けてます。まあ、夏休みなんで長尺動画もね、ちょっといろいろと入れてみたりとかやってます。この穂積駅のとこはそんなに再生数は入ってない26で、ですね。っていうところだったりしますね。いうようなところ。あと、最後は、ここら辺からまたあれか、戻したのか、やつを。ですね。で、名古屋港行って、カスタム後半戦は、よいしょ。で、ここから、あ、そうか、ここらセンター歩いたやつが出て、それで、いよいよ、温泉ですね。温泉企画始まります。温泉ルーレットの旅って言って。まあ、もう、ほぼほぼもうドライブだったんですよね。で、ここら辺から、ショーツをまた戻してきたのか。あれ、ドカッと戻したのどこだ？ドカッと戻したの前半戦にあったっけ？あ、そっか、一番最後だ。ここで戻したんだ。ずらーっとね、バーっと入ってますけど。そうですね。ここで一気にね、移植を始めたんで、ですから前半がわーっと低くて、ここでちょっと、もう繰り返しが入って、やっぱ新規のね、人が増えますよね。で、後半戦から、いよいよ、ショーツの運用をもう一回こっちに戻して、っていう形になりましたよ、と。全体としては、まあ、盛り返せるところは盛り返したりしてるね。来てますね、というところでございますね。で、他の動画としては何があった？ここはもうずっとこのドライブだった亀山の方から、その伊賀のね、温泉めがけて走ってっていうのがずっと続くかな。なんで、これが起こってんだ？あ、俺間違えてんな、これ。25日、あ、間違えてあげてる。あ、なんてこった。これ全然意味がわからなかったでしょうね、多分見た人は。あ、これは単純に揚げ虫ですね。この後の垂水鉄道ターミナルの、駅のやつ。もう始まってたっけ？垂水鉄道ターミナル駅完全制覇の旅。入湯してるから、今もう始まってるかな？ちょっとちらっと見てみよう。今の最新動画が、あ、じゃあ436まで来ました。ありがとうございます。というところですね。今、またちょっと再生してみましょう。山城ドライ。山城ドライブ雑談だそうだ、8月の25日に本当は、あげる予定か。あ、間違えて、ここのところ、あれですね。やっちゃってますね。
という形ですね。まあ、うちのところってね、フライングミュージのところでっていうところもあるんで、まあ、こんな感じでまたね、今度はサルミセットのね、企画をやるんで、そういうやつが最悪出ちゃいましたよ、ということですね。あーはっはー。なるほどな。よし。ちょっとじゃあ、8月20日。なんか一本作らんと1日5本にならねえじゃんかよ。よし、なんか作るか。よし、という感じですね。ミスったね。まあ、そんな感じの動画になってましたよ、という感じですね。まあ、とりあえずちょっと厳しい1ヶ月でしたね、7月は。うん。まあ、で、8月から。8月からね、戻してくると思いますんでね。ここからさらにね、リブーストかけてね、やっていこうと思いますけどね、ちょっとね、このね、さあ、1日5本投稿するぞとか、仕事もね、本業の方もね、めちゃくちゃ忙しくなってきてね、さあ、ね、あまりね、余計なことに時間をかけてる時間はねえぞっていう時にね、こんな時にね、私ね、昨日ね、いけない漫画を読み始めてしまいまして、こういうね、忙しくて、ね、そんなにガツリね、時間をね、取ってダメだよっていう時に限ってね、なんか知んないけどな、長編のね、そういえば手を出してなかった、ところにね、手を出してしまったんですね。それがね、キングダムなんですね。で、あれ面白いね。いや、あれはね、阻止に火がつくよって聞いてましたけどね。ああ、ダメ、あれ見てたら、いやいや、1、2、5、5本投稿で、いや、頑張ったなんて言ってていいのか？いや、こっからさらにね、勝利という、ものをね、手に入れるためにはね、登録者数の増加とかね、手に入れるためにはね、果たしてこれだけで、ね、8月でさ、1日5本投稿で、ね、全部作りました、やったーってね、と。喜んでていいのか、ここからどういう策を仕掛けなければいけないのかっていうことをね、なんかね、すごくね、うおーっと考えさせられるというかね、もうモチベーションがね、うおーってね、なるやつでね、あまりにうおーとなりすぎてね、私、あれですもん、30年ぶりぐらいにチョコミントアイス食いましたからね。そう、チョコミントアイスね、なんかね、ちっちゃい時に食べて苦手だったんですけど、最近ハマりにハマっている、ホロライブの、ルイネですね。ルイネが、まあ、大体、スバルメインで見てて、まあ、とか、ウイマモが一番メインはウイマモかな。まあ、スバルがね、やっぱ更新頻度高いんで、スバル見る機会が多くて、まあ、ウイスバですね。ウイスバレ見てて、で、ルイネもね、結構見るんですけど、まあ、どうしてもその動画編集しながらなんで、あんまりゲーム実況配信が見れないんでね、ちょっとそのあたりはね、ちょっと切り抜きの方で、まあ、して雑談配信とかはね、結構見るかな。ルイエナの夜中にやってる、ラジオ版のね、配信とかね、ああいうのもね、いいなっていうのでね、結構なんやかんやと、聞いたりをしていたら、そこのところで言ってたんだっけ、一番好きなアイスっていうので、セブンティーンの、チョコミントアイスって言ってたんで、チョコミントか。いやでもなぁ、これだけ、ルッキーが言うんだったらきっとうめえのかもしんねえけど、そのちっちゃい時に食べてあんまり美味しいっていう記憶がなくて、それでずっとチョコミント下げてる。まあ、クッキー&クリームとかそういうのが好きなんで、あれだなぁ、言ってなかったけどなっていう時にこのキングダムを読み始めてしまったんで、だんだん、まあ、チョコミントを食べるか食べないかだけで、そんなことをやってて、ダメやねえかってね、ちょうどね、読み終わって出たところにセブンティーンの自動販売機があったんですよ。なのでね、もうこれはもう買うしかねえって言ってね、買ってね、食べたら美味しかったですね。いや、いい発見ができました。こういうことだな、こういうことなのかな、わかりませんけどね。非常に闘争心に火がついてるんで、もしかしたらね、ちょっとね、これ24時間耐久企画もね、愛車でやっちゃうかもしれないし、何かしらちょっといろいろと、考えてますので、どうぞよろしくお願いいたします、という感じでございますね。まあ、そんなところから、近況報告も入れたね、結局。っていう感じですんで、まあ、そんな感じでね。まあ、で、聞いてるとね、本当はね、このね、ショーツに近いのかな、あれですけど、ここはね、両立っていう形でね、やっていくっていうのを一つ手かなと思ってますんで、まあ、ぜひね、ちょっといろいろとやっておきます。いわゆる、インテレスティング系ね、ギャハハはないけど、ほうほうある、
これはどういうことなんだ？ほうほうほうというのがね、ある、ような感じで作ってきました。あ、ですのでね、これ何なのみたいなこととかね、いろいろと出てきて、コメントにね、どんどん書いてほしいです。私が疑問に思ってないだけでね、一般の人からしてみたら、すごく疑問に思うようなこととかも出てくるかもしれませんからね。そういうようなところとかをね、ちょっといろいろと、コメントに出してくれたら、私もまたいろいろと、今日コメントはね、全返信でやってますので、どうぞよろしくお願いいたしますということでございますね。ということで、こんな感じで山田警察会はね、今月は締めさせていただきたいと思います。どうぞ、ご視聴ありがとうございました。よいしょ。